家族で学ぼう、子どもとスマホの上手な付き合い方。皆様のご家庭ではお子様にスマートフォンを持たせていますか？スマホは今や必需品、ほとんどの人が使っています。今はお子様に持たせていなくても、いずれ持たせる日が来るでしょう。スマホはとても便利で、いろいろなことができます。ですが一方で、気をつけなければならないことも。今日は皆様と一緒にスマホとの上手な付き合い方について考えていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。スマホは携帯電話とパソコンが一つになったような機械です。もちろん電話やメールもできますが、一番の特徴はいつでもインターネットが使える点です。つまりスマホを使うということは、インターネットを使うのと同じことです。インターネットはとても便利です。知りたいことを簡単に調べられますし、世界中の人に自分の考えや作品を発信できます。遠くて会えない友達と情報のやり取りもできます。世界中の人とつながることができるインターネットはとても魅力的なものですが、その反面、使い方を間違えると危険な目に遭ってしまいます。スマホを使うことで様々な危険に遭う可能性がありますが、スマホを持たせる段階で全ての危険に対応する力を身につけることは不可能です。そこで、なるべく子どもが危険に出会わないようにする方法があります。それがフィルタリングの設定とルール作りです。フィルタリングは子どものスマホ利用を管理・制限するペアレンタルコントロールの一つです。フィルタリングを使うことで、有害なサイトへの接続や危険なアプリの使用を制限し、お子様を守ることができます。またスマホの使い方のルールを作ることも大切です。ここからはフィルタリングとルール作りを含め、保護者としてお子様にスマホを持たせる上でのポイントを4つご紹介します。まず1つ目のポイントは、ネットやスマホはお子様の成長に合わせて段階的に使わせるということです。スマホを使うときに大切なスキルとして、知識と判断力、コミュニケーション能力があります。お子様の成長段階に合わせて、ご家庭でステップを決め、フィルタリング機能の設定やルールの見直しをしましょう。ここでは例として、大まかに分けた4つのステップをご紹介します。まず第1段階はインターネットデビュー期です。インターネットを使うにあたって、お子様がネット上の危険な情報や正しくない情報の存在を知ること、ルールをきちんと守ることが求められます。この段階ではお子様を隣で見守り、お子様の触れる情報を一緒に確認してあげましょう。次に第2段階はインターネットレベルアップ期です。お子様がネット上に発信した内容は必ず残ることを理解したり、相手や目的に応じた適切な文章のやり取りをしたりすることが求められます。この段階では、ご家庭でお子様とインターネットを通じたやり取りをします。家庭内でやり取りを積み重ねていくことで、ネットを通じたコミュニケーションのやり方をお子様に学ばせていきましょう。ただし、まだ外部とのやり取りは避けてください。あくまでも家庭内で、皆様の目の届く範囲でのネット利用にとどめましょう。そして第3段階は SNS デビュー期です。外部とのやり取りが増え、危険性が増すこの段階では、自分が使うアプリの危険性や安全な利用方法を理解すること、著作権や肖像権など、ネットを利用する上で必要な法律やルールを理解することが求められます。またトラブルが発生した時に状況を客観的に判断し、冷静に行動する力も必要になってきます。この段階では、お子様に友達との SNS やメールでのやり取りを認めてあげます。ここでレベルが急に上がります。もちろん SNS は不特定多数の人とつながる可能性があることを教えるのが大前提です。そしてどのアプリを使うか、
安全のためにアプリの設定をどうするかなど、お子様と一緒に考えましょう。最後に第4段階は SNS レベルアップ期です。さらに利用範囲が広がるこの段階では、公開性、記録性、信憑性、流出性、公共性といったネットの特性についてのさらなる理解のほか、契約の内容を正確に把握し適切に行動することが求められます。またトラブルに遭わないための工夫や、トラブルに遭った際の対処法を複数知っておくことも必要になります。この段階ではお子様に SNS の利用を認めたり、親の管理の下でネットショッピングに触れたりするなど、できることを広げていきましょう。もちろん危険性を教えながらにはなりますが、 SNS やネットに慣れていくことは決してマイナスにはなりません。悪いものから身を守りつつ、いいものを取り入れて成長していく段階です。皆様はお子様の成長する姿を見守ってあげましょう。大きく4つの段階を説明しましたが、お子様の成長に合わせて時々フィルタリングやルールの設定をし直し、お子様をインターネットの危険から守りながら成長していけるようにしていきましょう。2つ目はスマホやネットの利用をお子様に任せず、家族でルールを考えることです。ここで考えるポイントとしては5つあります。 1. お子様の成長に合ったルール作りをする。 2. ルールを押し付けない。なぜルールが必要なのかを理解させる。 3. 守れなかった時はどうするか決めておく。 4. ルールは定期的に見直す。 5. 何かあったら相談させる。ルール作りで大事なのは、ルールはお子様と一緒に考えることです。皆様がお子様に一方的に押し付けるのではなく、一緒に考えて決めることで、お子様もルールを守れるようになります。3つ目はお子様が困った時に相談しやすい環境を築いておくことです。何かトラブルがあった時、親はスマホに詳しくないから頼れない、話したら叱られそうとお子様が思ってしまったら、それだけトラブルの発覚が遅れてしまいます。トラブルは早期発見、早期解決が重要ですから、お子様がご家庭で皆様に相談しやすいように、普段から話をする時間を作りましょう。そのためには、 1. 日頃のご家庭でのコミュニケーションを大切にする。 2. お子様のスマホ利用に関心を持つ。 3. 保護者自身もスマホのルールを守り、信頼関係を大切にする。この3つを意識してお子様と話してみてください。またパスワードの管理も保護者の大切な仕事です。保護者が設定するパスワードとお子様が利用するパスワードを分けてしっかりと管理しましょう。最後の4つ目は、安全のためフィルタリングやウイルス対策などのサービスを使うことです。警察庁の令和3年度の資料によると、インターネットで SNS を使って被害に遭った児童のうち、なんと 87.7% がフィルタリングサービスを使っていなかったと答えています。フィルタリングを使っていれば防げた犯罪もあったと考えられます。フィルタリングには様々なものがありますので、お子様の利用や保護者の方の管理の仕方に合ったものを選びましょう。またフィルタリングを設定する際には、どこまで制限されているかをお子様にも理解させましょう。そうすることで、今の自分にとってネット上のどんな情報が安全か、また危険かについて学ぶ手助けになります。スマホを使うにあたっての心配事。県の教育委員会によるお子様がスマホを使うにあたっての心配事の調査結果です。お子様の心配事の解決にもつながるように、利用を制限してあげることも大切です。スマホを賢く安全に使うために、フィルタリングやルール作りが大切だということが分かっていただけたでしょうか。
一方で保護者が守りすぎるとお子様が自分自身で守る力が育ちません。お子様の成長段階に合わせて危険性を伝えながら使い方を更新していきましょう。その際にはお子様の意思を尊重し、お子様自身が自分で何が大切か考えられるようにしていきましょう。またお子様は保護者の様子をよく見ています。保護者自身もルールを決め、率先して守る姿をお子様に見せてあげることも大切です。家族で協力してスマホと上手に付き合っていけるようにしましょう。